戦後間もない頃に砲芽した広島構想は25年の長きにわたって繰り広げられ、死者37名、重軽傷者66名を数えてようやく収束した。戦後ヤクザ史上これほどの犠牲を伴い長期化した例は類がない。広島構想とは、広島県内の広島市と呉市の地域での構想を言う。広島では闇市をめぐり、岡組岡俊夫と村上組村上正明の対決である。昭和21年、寝ている岡に馬乗りになり発砲したのが村上正明だ。弾は岡の頭部をかすっただけで大事には至らなかったが、それから報復合戦が始まるのである。一方呉では山村達夫率いる山村組と土岡弘の土岡組の抗争が勃発。山村組は佐々木哲彦、美濃宝蔵、日の上稔、土岡組は悪魔のキューピーこと大西正樹、若き時代の肌に森幸らがいたが、大西の死、肌にの逮捕、そして土岡弘の射殺で幕が下りた。広島の岡組、村上組の抗争は昭和29年に村上正明の逮捕で終結した。広島は文字通り岡組が支配し、平和が訪れていた。そしてこの頃、岡の舎弟杯を受けた内越信夫がめきめきと力をつけてきた。配下に山口秀弘、上松義則らを持ち、ぐんぐん勢力を伸ばしていく。そんな折、若き沖本勲、梶山慶、竹野博、大下博、安田教授の5人が山口秀弘組に参加した。呉は山村の天下で、阿賀広一帯は小原組が握っている状態が続いていた。昭和36年に入り、岡の健康が優れなくなるにつれて、王国岡の跡目のことが密かに囁かれるようになる。後継者は岡組のサンバガラスと言われた服部、原田、阿弥野をはじめとし、義弟永田重雄が上がったが、うち誰かとなると内紛が起きかねない、そういう情勢だった。それを敏感に嗅ぎつけたのが内越信夫であり、山村達夫であった。折から原田正造が出所、方面祝いの席で内越は岡の承認を得て、原田正造、阿弥野幸三郎、美濃幸三と兄弟杯を交わした。ともかく内越組は岡組の中に2人、山村組の中に1人の舎弟を新しく得て、得意満面だった。それは同時に岡の跡目相続へ最短距離に立ったことを意味しているからである。ところがその頃、神戸三代目山口組の全国制覇、それに対する神戸本多会の阻止活動という情勢が山陽道へも影響を与え出してきていた。内越はそれをもろに受けてしまう。三代目山口組田岡組長に会うことになった内越は、たちまち田岡組長を崇拝してしまう。同時にこの社会での自分の地位を高める絶好の機会と考えたのだろう。内越は社務に突進してしまうのである。己に重みをつけたいんじゃ。内越は三代目山口組の重鎮である安原正夫との兄弟杯を交わす。内越は岡の舎弟であり、ここで三代目山口組と縁を結んだということで微妙なあやが出てきて当然だった。岡が内越に跡目を譲れば、三代目山口組は内越を取り込み、広島はそのまま手の内に入るのである。そういう微妙なあやを見逃さないのが山村達夫である。一方で内越は三代目山口組の舎弟杯に突進している。兄弟分である安原の頭越しに話を進め、美濃幸三は間に入って翻弄されるが、昭和37年3月には決定寸前まで行った内越の舎弟杯、つまり内越の三代目山口組入りは無期延期になった。これも内越が仁義をわきまえていなかったのが原因と言えよう。翌4月、岡俊夫は引退を決意、跡目を山村達夫に継がせたいと申し入れる。
山村が狂気したのは言うまでもない。そして5月、山村達夫は正式に跡目を継ぎ、広島、呉を地盤とする山村組が誕生することになった。この時、山村組の構成員60人、岡組160人、一挙に220人という当時では大組織になった。しかし山村には、腹心の幹部といえるのは日の上稔しかいなかった。打ち越しは一気に劣勢となり、反撃の機会を狙うがなかなかチャンスは巡ってこなかった。射程ってわけには誰が射程にてできるかい。若い女ならええっちゅう話じゃないか、このかばしたりが。そんな折、打ち越し信夫は親密の関係にある上野岩本誠二と図って網野、原田、美濃を暗殺する計画が明るみに出た。打ち越しが杯を交わしてまだ1年半しか経たない山村組の幹部3人を狙う計画に加担したということで、3人は打ち越しに杯を返すことになり、さらに山村の圧力で打ち越しは指を詰めて東京へ逃れることになった。その打ち越しの苦境を救ったのは兄弟分の三代目山口組の安原正雄である。山村打ち越しの紛争に介入して結局は山村達夫が屈服する。そして打ち越し信夫は三代目山口組の射程となり、打ち越し組を打ち越し会と改め、三代目山口組中国支部の看板を上げることになり、山口秀弘を若頭に据え、またまた意気健康となる。山村は服部武将を若頭にして組織固めを図るが、日の上稔、打ち越し会の若頭ではあるが山口秀弘ラインを腹心と考えていた。服部は第三代目山口組対策として神戸本田会と縁組をする。当時三代目山口組9400人、本田会4900人、ともに大組織である。三代目山口組は打ち越し会の巻き返しを図るため、美濃をはじめとする山村組幹部と打ち越し信夫の不仲を修復することが広島の平和につながるという言い分で、呉の実力者海部逸一を取り持ち人として美濃、服部、網野、永田、小原光雄らと打ち越し信夫は杯を交わして射程にするのである。実にけしからん。なんとも目まぐるしいが、今度は本田会が黙っていない。山村組へ厳重な抗議が届き、一方で三代目山口組打ち越し会強化の第二弾を放つ。山口秀弘に裏切り行為があったという理由から山口秀弘を絶縁する。それは山口秀弘にとって全く身に覚えのないものである。そんな折、今度は美濃幸三が山村達夫から破門される。呉は風雲急を告げていた。本田会の平田さんと郷田のおじさんと山村の親分が協議した結果なんですが、神戸三代目山口組と縁の深い美濃に仇になってもらえんでしょうか。もしなってくれるなら親分はどんなことでも援助する言うちょりますが。服部の、美濃が小金井の中で堅気になると思うちょるのかいの。堅気になるいうことはの、今までの己の人生を否定することになるんよ。そがなことするかいな。ほんじゃしょうがないですけ。上の組は美濃に破門状を出しますけ。おお、そうせ。わしが一本立ちにさせる気の。ほいじゃ、失礼いたします。美濃の時期が破門になったけ。よし、ここでわしらが暴れたよ。
広島ドカーンと脅かしておるか。おい、おい、お前それよりどないもんじゃ。広島覚えとるけ。今は静観じゃ。もう沖本は大人やの。柏山さんは暴れすぎ。おい、なな、水くれ、水。はい。しかし、お前らもいっぱしになったの。なに難しい話しとんねん。おい、みんなにも出さんか。あんたらでやりんちゃん。あんたらでやりんちゃん。三尾よ。はい。他でもないんじゃが、神戸三代目山口組の山本健一君とこんなとの縁組の話進めてみようかな思うて、今美濃を神戸に使いに出しとるところや。そがいなええ話、こういったことにならへんだらええですか。わしゃの山村とこんなとの関係を手いたりがたく、手いたりがたしと考えておるんじゃ。しかし山村は岡の跡目を継いだり本田会と杯したりして、それもよう保てんようになっとった。三尾よ、ここで分からすんじゃの。見ようじゃ。神戸の方は官名が違ういうことで、わしが一枚入って三人なら杯してもいいことですわ。いや、いたしですわい。そうか、わかった。ほいならよ、わしが山村からこんなをもらい受けよ。そうすりゃええんじゃろ。山村もわしがこんなをくれ言うたら文句はなかろうよ。それで進めてくれ。こんなが帰ってくる頃にはわしがきちんと筋通しておくから。はい。美濃構造は山村達夫から破門された。美濃自身も親分山村に愛想が尽きていた。そんな時、美濃の身柄を呉の実力者海部逸一が預かり、海部は美濃が一緒なら阿賀の小原光雄と兄弟分になるという神戸三代目山口組、山本組山本健一との兄弟杯を企てた。美濃も一階の鉄砲玉ではなかった。山村組でも呉だけを見れば美濃派が圧倒的に多かった。そこで美濃は50人余りの子分を従えて独立した。わしらやっと兄弟になれたんやな。無償から数えて何年になるんかな。そうじゃのう、もう6年じゃ。6年か、早いの。兄弟どうや、これを機に山村のもんも一本釣りして、打ち越しのもんにしようもんや。動いてくれへんか。ほう言うてもの、兄弟、わしな、打ち越しと杯し直したんや。これもな、広島のことを思うてやがる。それはできんの。山村ってのわしらじゃけ。じゃがの、いつまでも山村の愛人についとっても仕方ないじゃろ。わしも今まで杯があったけん辛抱してきたんじゃ。まあこれで楽になったが、
山村が今後何を言ってくるか分かったもんじゃないけ。そらわしがさせんよ。いや、油断も隙もあったもんじゃないけ。現にわしは何回も狙われとる。今度ちょっかい出してきたらいつでも相手になるつもりじゃ。小僧、好きになれなきゃやる。人間ってそげなもんか。憎けりゃやる、そがなもんじゃろ。人間は皆愚かなもんじゃけ。お父ちゃん、子がいなことされてなめられちょるんやない。くそー、こんなんなら腐れけどがうちょなめちょりやがって。おい、ほんとら、うちこしやっちゃれ。おい、みー、作戦立つとるんかい。おやっさん、わしはもうこの喧嘩、ノックけん。母ちゃん、なしてねん。何がノックない。こんならがほったんじゃない。喧嘩できんのじゃったら、杯返して仇になってもらおうか。おジェドクラ、わしものけん。改めて挨拶には来る。おう、行こうで。広島の平和につながると、神戸三代目山口組から提案された打越信夫と山村組幹部服部、原田、網野、長田らの2度目の射程の杯が神戸本田会から山村組へ厳重な抗議となり、不穏な空気が流れるのである。間髪を入れず三代目山口組は打越会強化の第2弾として、山村組との親密さが噂される山口秀弘の打越会からの手勢、山本健一、小原光、美濃構造の兄弟杯、美濃による山村組の切り崩しと目まぐるしく動き、そして一方的な打ち越し会からの服部、原田、網野、永田への絶縁状だった。これに怒った山村組は密かに戦闘態勢に入った。そして昭和38年4月17日、ついに呉で事件が勃発した。元中、みーは電気してっか。みー、あれ、何さらすとんじゃこれ。おい、ちょっと待てやんか。何でやるの、おめえ、これだ。なんじゃおい、やるってか、上がってろ。立ち上げたばかりの美濃組幹部亀井光嗣が山村組日の上派の元中らによって射殺された。これによって第二次抗争、いわゆる神戸三代目山口軍、神戸本田会による代理戦闘の口火が切られた。広島県警はすぐに動いた。美濃組を監視し、山村組を牽制した。あ、よし、分かった、すぐ行く。何しゃぐりゃ。おう、美濃、どこへしたんですか、こがな時間に。うん、前通りかかったら明かりがついとったもんじゃけ、ちーっと寄ってみたんじゃ。どうしたんな、どっか出かけるんか。あ、なんじゃったら送ろうか。いや、まあ小がな遅うに出かけんでもええかろう。明日にせえ。あ、いや、今日の上んとこ行ったらよ、徳山の
浜辺組に出かけとるんよ。山村もな、小倉の工藤組出かけとるし、なんやみんなして忙しそうじゃの。お動くな、動くな。一人でも暮れから出てみ。踊れら全員パクるで。ええな。あ、動くなよ。動くなよ。おそうに邪魔したな。ほな。美濃は海部逸一の意見を聞き、呉を動くことはしなかった。一方広島では、打越会から絶縁された山口秀弘組の大下と安田が、やり場のない怒りから打越会の上松らを挑発してしまう。元気そうじゃの。どうしたんですか。唯一の子分連れてお揃いでひし形くっつけてどこ行くんですか。なら、これまでやめきゃ。なんだこのボケ。お待たせ。はい、食べんの。あ、こんなもんでええわ。あんまり食欲ないんじゃね。いただきます。今日大下さんが打ち越しの上松に喧嘩売ったんよ。ほんで二人でボコボコにしたったんじゃ。復讐されんじゃろうね。大丈夫、わしら広島じゃ最強軍団じゃけ。そうやね。京ちゃん、今日病院へ行ったんよ。病院？どっか体でも悪いんか。なんか広島も物騒になってきたね。そうかもしれんの。いつになったら平和がやってくるんかな。そげな日はほんまに来るんかいの。妊娠した。おやじ誰ね。美佐子がよ。そんな先に言わんか。何すんねん。須田が親父か。沖本。おう。大島が上松と喧嘩になったらしい。すまん、あいつらの顔見てたらブチャ腹立ってきての。こんなん一人でやったんか。いや、安田と飲みに行った帰りじゃ。で、安田は美佐子んとこ行く言うて。わしに子供。ほうよ、妊娠3ヶ月。そりゃすげえ。お気持ちさんに知らせてこんや。うちも一緒に行こうかな。あ、わかわか。体大事にせんや。はい。行ってらっしゃい。道具じゃ。うん。ちょっと。美佐子に電話してな。安田それ出すな言うとくれ。どこじゃ。おい、待てよ。大下どこや、聞いとんねん。わし一人じゃけ。そうか。じゃあこんなんでええわ。ちょっと顔貸してもらおうか。来いや。ああ、来いや。今、沖本さんとこ行く言うて、多分恋愛向かったんじゃと思います。はい。
しは大下どこじゃ聞いとんじゃ。戦が山村組と内越会抗争の発端となった。これまで独立勢力だった山口秀弘組は山村組につき、その先陣となったのである。お、一人大丈夫かい？はい。弔問客来るけんの、あよせよ。はい、はい、座布団を置く。いつまでそげな格好しとんじゃ。早く着替えてこんかい。
せて